はい、皆さんこんにちは、歴戦日光市の森山です。本日は、森山クラス上位合格者座談会と、いった形で、お二人の方をお招きをして、いろいろ聞いていきたいというふうには思います。で、上位で、受かられたということで、2位、総合2位ですね。それから総合15位といった、もう本当に合格するだけでもすごいのに、さらにこう上位で受かったということですから、もう確実に合格するための戦略、これをですね、いろいろ聞けるかなというふうに思いますので、いろいろ聞いていきたいというふうに思います。令和3年、合格をして、ちょうど研修が、まだ特別研修が続いているって感じですかね、いう中で、お越しいただきました。ぜひいろいろ学んでいただければというふうに思います。それでは、始めていきましょう。ではまずちょっと自己紹介の方からしていただきましょうか。じゃあお願いします。はい、これマイクをお持ちになっていただいて、令和3年度の司法書士試験に合格しました、H と申します。私は大学在学中ですね、今から10年ぐらい前になるんですけれども、在学中に勉強を、司法書士を目指しまして、でその時には合格することができなかったんですけれども、その後公務員になったんですが、ちょっと諦めきれずに8年ぶりに受験勉強を再開しまして、昨年の令和3年の司法書士試験に合格することができました。本日はちょっと私の話が役に立つのかわからないですけれども、少しでも皆さんの役に立てればと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。令和3年度合格者の T と申します。私は新卒で入った会社の業務の中で司法書士っていう資格を知って、それがきっかけで目指して昨年合格することができました。本日はよろしくお願いいたします。はい、お願いします。では今自己紹介をしてもらったところではあるんですが、どうして司法書士を目指そうと思ったのかというところをちょっとお二人に聞いていきたいと思うんですけれども、じゃあ H さんの方からお願いしたいんですが、司法書士っていつ知りました？司法書士は大学在学地に法学部にいたので、法律系の資格を取りたいと思いまして、それで司法書士を目指すっていうようなきっかけがありました。はい、でそれで、その年は受からなく、受験はしたんですか？受験は、はい、しました。はいはい、でそのままもう司法書士のことは諦めて就職をしたわけですね。そうですね、で今回8年ぶり10年ぶりそうですね、受験勉強を始めたのは8年ぶり8年ぶりに司法書士またやろうかなと。それまで全くやってないわけですよね。そうですね、やってなかったです。でそこから勉強再開して1年で今回2位で受かったわけですけれども、その再開した理由ってあります？公務員の仕事もすごくやりがいがあったんですけれども、やっぱり30歳前にもう一度勉強をしたいなというふうに強く、前回不合格だった時に強く思っていたので、どうしてもやりたかったっていうのと、やっぱり仕事が忙しくなる中で、自分の資格を取って自分の名前でやっぱり仕事ができる、そういった資格を取得したいと思う、再度思ったので、今回再度挑戦したいなという気持ちになったというようなきっかけがありました。なるほど、分かりました。じゃあ T さんの方お願いします。そうですね、先ほどちょっとお話ししたんですけれども、業務の中で戸籍とか、あと登記事項証明書とか見る機会が多くて、それでまず単純に興味を持ったっていうのと、専門的な知識でもって仕事をしたいなっていう気持ちがあったので、その2つを考えた結果、司法書士っていいなと思って目指したっていう感じです。あ、そうですか。はいはい、でそこから頑張って1年で合格して15位で合格ですね。はい、で今もう就職されてますよね。はい、そうです、ね、で実際に今司法書士いいなと思って受験したってことですけど、実際に今仕事始めてどんな感じ受けます？楽しいですか？すごく楽しく勤務はさせていただいていて、あとすごい一番強く思うのは、すごい受験知識ってすごい実務の場でも大事なんだなっていうところを日々実感しているところです。はい、はい、どんな事務所に勤めてますか？地元の群馬県の群馬県、はい、法人で勤務してるんですけれども、地元に戻ってきたんですね。そうですね、群馬いいですからね。はい、いろいろ考えたんですけど、はい、結果的にそこの法人に入りたいなと思って、はい、今勤務させていただいているっていうところですね。はいはい、どんな仕事してます？今やっている主な業務は相続の案件が
多いかなっていう感じで、あとはあの決済に同行させていただいたりとか、自分でもやったりとか、緊張しながら。もう行きました。あ、そうですね、もうすごい緊張しながら、はい、はい、今は行っているっていう感じです。ちゃんと申請できましたね。あ、申請まで、はいはい、この前あ終わってるっていうのを見て安心したっていう感じ。一番最初に申請して、ね、終わるのを確認すると嬉しいですよね。そうですね、なんかずっとあれ審査中審査中ってなってて、うん、気にしてて、はい、じゃあ結構決済やったりする、まあ、一般的なそういう事務所ですね。そうですね、はいはい、いろいろなことを学ばせていただいているっていう感じ。はい、はいはい、ありがとうございます。H さんの方はもう事務実務ついてますね。そうですね、はいはい、あの今は私も相続であったりとか、うん、信託であったりとかっていうのを主にやっている事務所で働かせていただいてます。信託もやってるんですね。信託もやってます、はい、どんなことやってます、信託っていうのは。そうですね、信託はやっぱりあの家族信託、家族信託で、はい、そのご家族の方から相談があって、うん、でどういった困りごとがあるのかなっていうところから拾い上げていって、6ヶ月とか1年とか長いスパンで、うん、その方たちのためにこう信託の蘇生をしていくっていうような仕事をしてます。はい、でまた決済とは違う形でなんかお客さんの役に立つというか。そうですね、うん、なかなかやりがいがある感じがしますね。はい、はい、ありがとうございます。で、いう形ですよね。で合格して、じゃあちょっと勉強法の前にその合格後の話を先に聞いちゃいたいんですが、今実務についてよって話をしましたが、その前に研修がありましたよね。この研修というのはオンラインですか、うん、教えていただけますか。そうですね、もう今やっぱりコロナの影響もあって、うん、もうほとんどオンラインでの研修っていう形になってます、ね。はい、なかなか集まれないですね、同期とね、はい、そうですね、はい、うん、なるほど。でまだまだ研修が続くわけですね。そうですね、特別研修が今度は始まりますね、うん、はい、ありがとうございます。でもう本当にオンラインじゃなくて実際にね同期と集まれるような機会ができるといいかなと思うんですけどもね。はい、ありがとうございます。では、それではですね、いろいろ勉強の話を聞いていきたいと思うんですが、まあ、まずお二人のですね、勉強の時の状況をお聞きしたいんですけども、仕事しながらの勉強でした。はい、私はあの司法書士事務所で、うん、フルタイムで勤務しながらの勉強をしていました。なるほど、じゃあもうあれですね、司法書士になりたいと思って公務員は辞めて、辞めて、はい、もう勉強始めると同時に仕事も覚えた感じですかね。そうですね、はい、はい、じゃあなかなか大変じゃなかったですか。そうですね、それがあの、まあ、実務についてスタートダッシュできるかなというふうに思ったので、うん、とそういう選択を取ったんですけれども、もうそこまで計画して、じゃあそうですね、公務員より忙しいぐらいですか、じゃあ。前にあの公務員の仕事をしてた時の方が、まあ、残業とかは多かったんですけれども、はい、やっぱりあの毎日出勤はしないといけませんし、はい、あのそういう意味では忙しかったなというふうに思います。はい、でその中でどれぐらい勉強時間取れました。平日はだいたい4時間から5時間ぐらいで、休日は、まあ、8時間9時間ぐらいだったと思います。なるほど、結構勉強時間取れてますね。そうですね、なんか工夫しました、勉強時間取れるような。はい、その私が勤めていた司法書士事務所は、うん、紙での申請っていうのが多かったりとか、書面申請ですね。そうですね、書面申請ですね、うん、であとはコロナの影響もあって、うん、外回りをすごくあの任せていただいてた部分があったので、はいはい、その移動時間っていうのがかなり多かったんですね。はい、だからその隙間時間を使ってかなり勉強することができました。はい、もう机の上だけが勉強時間じゃないということですね。そうですね、はい、じゃあそのあたりまた聞いていきましょう。はい、はい、で、その仕事の形態はずっと受験中続いてましたか。そうですね、あの直前期の、うん、3月まではその形態が続いていて、うん、4月からはさすがにちょっと根を詰めて仕事あの勉強をしたいなと思っていたので、うん、3ヶ月間はあの休職をさせていただきました。あ、それもじゃあ所長の方に相談して。そうですね、相談して、どうしても受かりたいので、はいはい、休ませてくださいということで。あ、理解があって、はいはい、すごく助かりました。で受験が終わった後はまた戻った感じですか。戻りました、はい、はい、今は違う事務所。そうですね、今は違う事務所。はい、はい、ありがとうございます。T さんの方はどうですか。私も今の法人ではなくて、うん、別の司法書士法人で、うん、正社員の時期もあったし、パートタイムの時期もあったし、うん、辞めて専業の受験生だった時もありました。はい、勉強始めた時はじゃあ正社員でフルで働いていて、うん、でちょうど講義を受け始めて3、4ヶ月後くらいに、うん、きちんと勉強の時間を取って、うん、もう1回で合格したいなと思ったので、はい、
のパートタイムに変えていただいて、うん、最後の半年間はもう辞めて勉強だけっていう時間にしました、うん、はい、勤めてる時って勉強時間取れました？そうです、ちょっと 4,5 時間は私取れてなかったかもしれないです、はい、残業も結構多いところだったので、うんうん、平日そうですね 2時間3時間とかが平均的だったかもしれないですね、はい、まあ、でもそれぐらいしか勉強時間取れないって相談はあるんですけれども、はい、どこでこうそれをカバーした感じですか？じゃあもう最後に追い上げた感じですかね。休みの日とか取った感じですか？はい、休みの日はもう本当に勉強だけっていうふうに決めていて、はい、休みの日の勉強時間は多分同じぐらい9時間ぐらいは毎週、うん、そうですね、取るようにはしてました。はい、わかりました。H さんの方も休みの日はたくさん勉強した感じですね。そうですね、はい、ご家族の協力とかも必要でしたよね。そうですね、家族はやっぱり土日にどこか出かけたいと思っても、うん、私の勉強があって出かけられないので、はい、すごく我慢していただいたというような、うん、協力があって、それで勉強ができたと思って。それ我慢してくれるもんですか？なかなか難しいと思いますけど、絶対にここで受かりたいからということで、うん、やっぱり期限を区切って、はい、協力を仰ぐで、自分もその分勉強して姿勢で示すというのが大事なのかなとは思ってます、うん、なるほど。もうじゃあ締め切りっていうか、もう今年受かるからっていう約束をして。そうですね。あ、それはいいですね、はい、そうすると協力が得やすくなりますよね。はい、はい、ありがとうございます。ではそれでそうやって勉強を始めたわけですけれども、でそれでじゃあレックに申し込んで私のクラスで勉強しようというふうに考えていただいたわけですが、はい、はい、レックにした理由、私のクラスにした理由ってあります？そうですね、やっぱり後から話しますけど、こういう携帯司法書士とかですね、うん、はいはい、あとはいろんな本を執筆されている森山先生の、うん、クラスであれば、そこと、まあ、授業もそうですし、そこからつながる携帯司法書士暗記のこういった教材につながっていく勉強を一通りできるかなというふうに思ったので、はい、そこの効率性っていうのを考えたときに森山先生の授業がいいなというふうに思いました。はい、なんか YouTube とかでじゃあ講義は見た感じですか？はい、出てるものは全て見ました。あ、でちゃんと講師を選んでもらって、はい、はい、どっかなんか講義良かった点あります？そうですね、やっぱり理論的なので、はい、覚えるというところで大変なんですけど、うん、なるべく理由をつけて覚えるっていうのがすごく勉強しやすいなというふうに思いました。はい、T さんの方はどうですか？レックを選んだ理由としては、まあ、難しい試験だなと思っていたので、うん、こう安心できるような予備校に通いたいなっていうので、うん、レックの多分説明会に来て、はい、その時森山先生の説明会で授業、模擬授業みたいな説明会みたいなのを聞いた時に、はいはいはい、すごいこう話がこう入ってくる感じがしたので、うん、あ、森山先生の授業を受けたいなと思って、もうそこで申し込んだっていう形です。はい、はい、多女ですっていう自己紹介をねしていただいて、はいはい、分かんないですね、聞いてる方がね。私が太田高校っていう高校で、その女子校ですよね。で隣の高校なんで、まあ、紹介してもらってもうすぐ覚えました。はい、でお二人はそれで勉強始めたわけですけれども、まず通信と通学ですよね。で通信を選んだ理由ってあります？そうですね、やっぱり兼業で仕事しながらの勉強だったので、うん、なかなかその通学っていうのは難しいかなというのがありました。はい、あとは通信にすることによって時間とか場所とかを選ばずに、うん、復習とか講義を聞いたりすることができるので、うん、それもメリットかなというふうに思って通信にしました。はい、で通信だとよく何倍速で聞けるからメリットが高いみたいな言い方もされますけど、倍速で聞いたりとかはしました？はい、そうですね、1回目はもちろん通常速度で聞いたりしてたんですけれども、はい、2回目、うん、3回目私は結構聞いてたので、うん、その都度こうスピードを上げて、はいはい、なるべく効率よく復習ができるようにっていうのを心がけてました。はい、もうその時はもう机の前で聞く必要もないですもんね。そうですね、いろんなところで聞いたりしましたか？そうですね、やっぱり運動も大切だなというふうに思っていたので、はいはいはい、ランニングしながらその講義を聞いたりとか、うん、あとはやっぱり家族の協力を仰いでいるので、うん、家事をしながら、うん、また講義の方を聞き直したりとか、そういったことにすごく役立ったなというふうに思ってます。そうですね、最初はじゃあ机の前でちゃんと聞いて。そうですね、はいはい、書き込みしながら、はい、で2回目以降はもうどうせ勉強できない、例えば
そういう時間に聞くっていうのはいいですよね、はい、何もしてないよりはいいし、家事しながら例えば次何喋るかなっていうのもよそうです、ね、予想しながら復習ができますもんね。はい、ありがとうございます。で、Tさんの方は最初は通学でしたよね。通学、うん、で通学にした理由としてはなんかこうやっぱ長い期間だったので、最初から通信でこう追いついていけるか不安だったので、うん、通学でこう同じ受験生の方と緊張感を味わいながら受けたいなって思ったのが一番強い理由ですか、うん、はい、どうでした毎週通ってみると。そうです、結構群馬から渋谷だったので、結構その時間も取られてしまうなっていうのはあったんですけど、うんうん、でもその途中でコロナとかもあって、はいはい、結局通信っていう形になったんですけど、うん、その半年間やっぱりその緊張感の中で勉強したっていうのはすごいその後の通信の中でも役立ったかなと思います、うん、はい、帰りの電車とかって復習したりしてました？うん、帰りの電車の中はちょっと休んでました休んでしまうことが多かったかもしれない、はい、まあ、それも必要ですよね、はい、はい、ありがとうございます。ではいよいよそれで勉強を始めたということで、勉強の工夫だとか勉強の進め方っていう本題の方に入っていきたいと思うんですが、でちょっと普段の勉強の方を教えてもらいたいんですけど、講義を聞いて復習するっていうその流れが必要だと思うんですが、そのあたりどういうふうに勉強してどうやって工夫したかっていうことをちょっと教えていただければと思います。はい、まずは講義をしっかり聞いて、そこでなるべく記憶しようというふうに思いました、はい、でその後は翌日に携帯司法書士の、うん、該当する箇所を復習して、うん、でまた記憶をしようと思って、はい、でさらにその日のうちにもう一度講義を改めて聞いて、うん、でまた記憶をするように、でさらにまた3日後4日後ぐらいに携帯司法書士を同じ場所をやって、うん、記憶を定着するようにっていうような形で、まあ、本当に繰り返し繰り返し、はい、覚えることに集中をしてやれたかなというふうに思ってます。はい、もう講義を聞いた方の聞いた部分の携帯司法書士も繰り返すってことですね。そうですね、はいはい、覚えるまで繰り返すと、覚えても繰り返すと、はい、はい、ということですね。で講義はじゃあコンスタントに聞いていった感じですね。そうですね、もう配信されたらすぐにその日中に聞くっていうのを、はい、もう心がけて、それを、うん、そのルールを破ったことはなかったです。ああ、うん、それをやっぱりコンスタントに続けることが大事ですね。そうですね、はい、で携帯収集者じゃあもう本当にいろんな場所で見ましたか？そうですね、いろんな場所で電車の中はもちろんですけれども、うん、昼休憩のマクドナルドとかでずっと見たりとか、はいはい、そういったことをずっとやってました、はい、で T さんの方の勉強の流れを教えていただければと思いますが、私もほとんど H さんと多分同じで、うん、授業を聞いたらまず携帯司法書士をやって、うん、あとはこう理解しながらもう一回携帯司法書士テキスト戻りながら見て、うん、あとはひたすら携帯司法書士を繰り返して書いてっていうのを繰り返してました、はい、なるほど、はい、でちょっとじゃあそのあたりの教材を見せていただければと思うんですけども、でまずじゃあ、ブレイクスルーテキスト2人ありますよね。講義の間に、はい、まずお二人とも似てるんですがインデックスが貼ってありますね。なんかそっくりですね、はい、もう本当にそっくりですね。これやっぱり貼るもんですか？そうですね、やっぱり調べたいときにパッとその箇所を開けるので、うん、はい、時間も短縮できますし、はい、やっぱり本当に時間がないので勉強するっていうのが、そこをするためにはやっぱりインデックスがすごく役立ちました、はい、でこういう書き込みは講義の時にやった書き込みですか？そうですね、講義の時にやった書き込みが多いと思いますし、はい、復習したときに、うん、これはここと似てるなとか、はいはいはい、あとはそのこの時に気づいたこととかっていうのを、うん、書くようにしてました。はい。なるほど。こういうの貼ってあるのもありますね。なんか。そうですね。改正のところであったりとか、はい、あとは、模擬試験とかそういった時に、うん、すごく役立つこう図表っていうのがまた提供されるので、うん、それを該当するブレイクスルーのページに貼ったりとかして、復習の時に役立ててました。はい。で T さんの方も同じように講義の中で書いたりとかですかね。はい。あ、
なんかしっかり書いてありますけど、こういうのは復習の時ですかね。多分それは復習で、うん、あと模試でなんかいつも間違えちゃう論点とかは、うん、自分で噛み砕いて、はいはい、後から見た時に理解できるように、うん、あのテキストに書いたりしてました、うん、はい、はい、で講義中チェックしてくださいって言ったところがこうやって蛍光ペンでチェックしてあるわけですね。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。で携帯使用書士も繰り返したってことですが、はい、これ皆さんやっぱり繰り返しが大事だっていうことなんですけども、見てくださいこれ、2人ともまた似てるんですけども、あのすごいですよね、回数が、どっちがどっちだろう、上の方がこっちの方が、H さんですね、4月17、9月23、4月29、5月8、5月14、5月22、5月28と、もう本当にすごい繰り返してますね。で、T さんもそうで、1月27、で、2日明けて1月29、4月18、5月6、6月17、11月30、もうすごい回数ですよね。だからよく受験生の方に、あまり覚えられませんって話がされますけれども、やっぱり、合格する方、特にこうやって上位で合格する方なんかはやっぱりもう数えきれないほど繰り返してるから覚えられるっていう部分がありますよね、まあ、こんな感じでやってますね。この携帯使用書士をやるときの工夫とかって何かあります？やっぱり繰り返しが一番大事ですよね。そうですね、やっぱり繰り返し、あのなるべく短い間隔で最初は始めて、うん、定着してきたら少し間隔をあの空けていくっていうので、あのすごく記憶が定着すると思います。はい、勉強慣れてきたら少し間隔を空けて、うん、ちょっと熟成した頃にやるって感じですかね。そうですね、やっぱりあの短すぎると、うん、あの長期記憶にならないというふうにちょっと思っていたので、はい、あのそこは間隔をあのうまい具合に空けるようにしてました。はい、ありがとうございます。 T さんの方はどうですか？工夫としては、うん、もう携帯使用書士で完結させたいと思ってたので、はい、森山先生が授業で言ったなんかこの、うん、なんかこととか、なんか人気ラーメン店がありますね、ここにね。なんか分かりやすいなって思った例えは書き込んで、うん、はいはい、一緒にセットで覚えられるようにしたりとか。なるほど。っていう工夫はしてました。もう直前期はこれを見ればいいように必要な例えば例え話とかも、うん、これもあれですよね、低等圏の譲渡の例え話ですよね。はい、うん。で直前期はもう最初の頃は多分考えながら記憶を定着させるようにこう理論付けて書いたりとかするようにしてたんですけど、もう直前期は本当に1週間に1冊回すような形でバーってあの覚えられるように、はい、使い方はちょっと変えたりとかしてました。うん、はい、はい、ありがとうございます。で今直前期の話が出ましたが、直前期の勉強法もちょっと聞いていきたいんですけども、直前期もやっぱりこれ今繰り返したって形でいいですか？そうですね、もう携帯使用法書士はベースにあって、うん、でその上であのテキストも、まあ、同じようにこう回していくっていうのもやりましたし、はい、あとはあの問題集ですよね、うん、あれもあのずっと回していく、その3つぐらいをこうずっと平行でバーッと回して、うん、回収を重ねていったっていうようなやり方をしていました。はい、合格ゾーンですね。合格ゾーンですね。はい、で過去問とテキストと携帯使用書士を繰り返したと、そうです、ね、いうことですね。はい、テキストってどうやって勉強するんですか？テキストはあのまあざーっと読んでいくんですけれども、うん、その中で、ここはちょっとあんまり覚えてないなっていうところだけ付箋を貼って、はい、で2週目にはそこを見るようにして、はい、で3週目はまたざーっと読んで、でその時も覚えてないところはまた付箋を貼って、で4週目はあのそこを重点的に見るようにしてみたいな感じで、うん、あのまあ、ちょっとテキスト分厚いのでなるべくこう時間を短縮できるような工夫をしながら、うん、流しでこう読めるようにしていました。なるほど。じゃあ読むって言ったってあの一軸読んですごい何ヶ月もかけて読むっていうのではなくて、もう重要な部分をパッパパッパと確認する感じですかね。そうですね、はい、はい。じゃあ T さんの方の直前期も教えていただければと思いますが、 H さんとこれも多分結構似ていて、ただブレイクスルーはあまり使ってなくて、携帯まとめてましたもんね。そうですね、はい、携帯司法書士とあとは過去問と、うん、あとあの当連で間違えちゃったところで、うん、結構分かりやすい図表がついてたりするので、うん、レックの解説に、うん、でこの表は覚えておきたいなって思うのだけ切り取って、それをこう覚えたい表リストみたいなのを作って、うん、あの覚えるようにしたりしてました。はい、はい、その表はどこにあるんですか？
それはなんかホッチキスとかで閉じて、はいはい、ファイルに挟んで、うん、会社法だったら会社法っていう形でまとめて勉強するようにしてました、うん、はいはい、はい、なるほど。H さんはそういうのがブレイクスリーにこう挟まってた感じですかね。はい、ありがとうございます。で、直前期はそうやって繰り返して勉強したわけですが、直前期やっぱり勉強の時間が多少増えました？そうですね、やっぱり一日中勉強していたので、うん、時間としてはやっぱり10時間以上を1日コンスタントに勉強はしてたかなと思います。はい、答練なんかも受けました？答練とか模試は、はい、そうですね、答練模試も全て受けてます。うん、はい、1週間に1度答練模試があるの大変じゃなかったですか？そうですね、やっぱり大変で、やっぱり、うん、いい点はなかなか取れないので、取れない、うん、そこは気にせず、はい、自分ができないところはどこなのかっていうのをしっかり確認することが大切だなと思って、うん、短い時間で復習をして、でそれを通常いつも勉強している携帯司法書士の方に、うん、挟んだりとか、はい、そういうことをしながら役立てていました。はい、ありがとうございます。 T さんの方はどうですか？直前期は答練模試は渋谷で受けました？そうですね、答練は大宮で受けていて、まあ、レックのじゃ現場で受けたわけですね。そうですね、はい、はい、なんか1週間に1回、うん、逆に私はそれがモチベーションというか、あ、モチベーションでなっていて、はい、まあ、本番の気分を味わうことができるので、うん、そこにいかにこう持っていくかっていうシミュレーションをしながら受けたりとか、うん、そういった形でも役立ててました、ね、あ、なるほど、はい、じゃあ模試とか答練を多少目標に勉強した部分はありますか？そうですね、はい、次の模試までにここを2周しようとか、うん、なんか記述とかはすごい、うん、多分答練とか役に立ってて、はいはい、緊張感の中で解くっていう練習の場にしてました。そうですね、はい、記述に関しては、まあ、携帯司法書士にも雛形集がありますけど、雛形をマスターした後に今度は現場の緊張感の中で、しかも時間のない中で解くっていうのがなかなか大変ですよね、うん、そのあたりやっぱりこの模擬テストとか答練を利用して実際時間を計って解くってことが重要ですよね。はい、H さんの方も答練とか模試は現場で受けました？通信ですか、それも？そうですね、2回だけ現場で受けました、うん、これは本当にその本試験 の, その現場感を味わうために、はい、やっぱり現地に行くのは重要だなと思ってたので、うん、はい、そういう受け方をしました。はい、で今期日の話も出ましたけど、2人とも期日も成績良くて、もちろん総合成績がいいので期日もいいんですが、70点のうち 58.5 点で、T さんの方が 57.5 点で、まあ、それぞれ15位と22位という形で、もう期日でも上位、特にお二人とも同じで商業登記が 30.5 点でもうほぼ間違いなしで合格しているわけですけれども、期日の勉強ってどういうふうにやるんですか？そうですね、期日の勉強はもちろん雛形をしっかり覚えること、うん、それから私は過去問を少し解いたりしていました。期日の過去問ですね。そうですね、期日の過去問ですね、うん、もう本当に毎年毎年同じような説明文とか、うん、そういったものが繰り返されているので、それに慣れようというのもありましたし、結構同じような論点が出題される傾向にあるなというのは分かっていたので、うん、過去問の対策っていうのもしっかりしたっていうのが、はい、はい、ありました、はい、あとは答練使ってってことですね。そうですね、あとは答練ですね。確かにそうですよね、過去問とか同じような文言があると同じような論点が出たりとか、あとはそもそもね、同じような元本確定の次にこれやるとか、同じようなことを何回も聞いてきますもんね。それを分析したってことですね。何年分ぐらい分析しました？そうですね、大体もう全もう過去のやつ全部買ったので、ああ一回しは全部しましたね。 20年分ぐらいはあったかなと思います、うん、あ、そうなんですね、はい、あ、すごいですね。だんだん傾向変わってきますよね。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。T さんの期日対策とかって答練で今使ったって話はしてくれましたけれども、他にその前の段階でどんな勉強されてました？もうひたすら携帯司法書士で、ええ、雛形は定着させて、これが雛形集ですね。そうですね、はい、でここを隠し、ここをこのはいはいはい、なんかカードで隠して、カードで隠して、なので答練が始まる頃は、うん、雛形はある程度もう頭の中に入ってるような状態で4月挑んで、うん、あとはそれをどうなんか吐き出すかというか。なるほど、はい、
あ、こちらもいろいろだから気づいたことなんかも書き込んでくれて、そうですね、使ってあるわけですね。全部まとめて、はい、使うようにしてました、うん、でこの雛形集なんかもやっぱり何回も繰り返して、うん、はい、はい、ありがとうございます。でそのような形で直前期過ごされたということですね。で、本番とかって緊張して受験しました？そうですね、やっぱりすごく緊張しました、うん、はい、本番模擬テストとやっぱり違って緊張しますよね。そうですね、もうここで失敗したらもう1年の努力がっていうのがあったので、うん、すごく緊張しました。午後の部の解く順番とかってもう模擬テストの段階から工夫したりとかしてました？そうですね、もう通常通り、択一から解いて、うん、不動産の記述、諸行登記の記述っていうような、はい、そういう流れで解いてました。はい、記述で時間は足らないようにはならなかったですか？そうですね、択一で時間縮めた感じですか？はい、模試の時から、うん、択一は60分以内っていうふうに決めていたので、はいはい、それをもう遂行することだけを考えて、あ、はい、絶対守るってことですね。守る。でもやっぱり当日は61分ぐらいちょっとかかっちゃったかなというふうに思いますね。どうやったら60分で解けるんですか？もう前足を見ないっていうことですかね、うん、はい、私はもう前足見ずに、うん、基本的にもう自分が自信持てる足だけで切って世界を出してました、うん、なるほど。それはもう自分の中でだんだん模擬テストかなんかで練習をして、このぐらいの確実性があればこれ見なくていいなとか言った形で工夫していった感じですかね。そうですね、体得していったというか、はい、うん、もうそれは練習あるのみだと思うんですけれども、はい、このぐらいの確実性だったら全部見なくても多分大丈夫だっていうのをなんとなく掴んでいって、うん、で本番に臨んだっていうような感じです。そうですよね、はい、午後の部全部の選択肢多分読んでると時間なくなるので、そのいかにその択一で時間縮めるかっていうのは勝負だと思いますね。 T さんも択一はどうやって解きました？やっぱり組み合わせで、あ、前足は読ま、午後は前足読まずに、うん、ただ私本番は、うん、模擬テストの時は絶対60分以内っていうふうに同じように決めていて、うん、当日も前足は読んでなかったんですが、ええ、多分結果的に1時間15、6分使ってしまって、で60分超えちゃうのが初めてで、本番当日、はい、すごく焦って記述に入ったのを記憶してます、うん、はい、そこ焦りますね。それ普段はちゃんとできてたのにって形で、はい、これ確かにそうなんですね。本番はやっぱり同じことをやってるつもりでもこれ丁寧にやんなきゃって少し思っちゃうんですよね。で記述はじゃあ巻き返したというか、記述なんか成績いいんですけど時間ない中でも解けた感じですかね。ですね、不動産にいつも通り多分1時間ぐらいかけて、うん、なので商業の記述に残された時間が45分とか40分、はいはいはい、なので商業の方はすごい焦って解いてた記憶があります、うん、はいはい、不動産登記の方が時間かかりますからね。で時間ない時は確かに不動産登記にちゃんと時間かけて、商業登記はもう却下されないだろうと思って出すというのは正解かもしれないですね、はい、ありがとうございます。で他にもちょっとテキストとか持ってきていただいたんですけれども、まず、H さんの方が暗記の力技、はい、これ使ってくれてたんですね、はい、これはどんな感じの本でした？これはもう本当に、はい、暗記をするの本なんですけど、ええ、すごくこう痒いところに手が届くような本で、うん、あ、そうだこれ何だったっけかなっていうところがしっかりこうなんて言ったらいいんですかね、語呂合わせで覚えられる、うん、すごく受験生の味方になってくれる本でした。ありがとうございます、はい、社外取締役とか覚えてるんですね。そうですね、はい、あと後ろの横断整理なんか使っていただいた感じですかね。そうですね、横断整理もやっぱり森山先生が作っていらっしゃる本なので、うん、やっぱ携帯使用書士と少しリンクがあったりとか、そういうところですごく活用させていただきました。はい、ありがとうございます。で T さんの方は落書き帳を持ってきてもらいましたけれども、これは何ですか？これはもう学習初期から携帯司法書士を書いて覚えるのに、あ、書いて覚える、はいはい、もう最初から書いて覚える派だったので、はいはいはい、なんか合格ゾーンとかもやって、うん、解説を見て解説の中で、うん、あ、これ覚えておきたいっていうものは丸付けの時に、うん、ひたすら書いて覚えるようにしてたりとか、はいはい、これはじゃあ小学生の漢字練習みたいな位置づけでいいですかね。あ、そうです、はい、あ、そうですよね。
なんか留置券留置券留置券っていっぱい書いてありますもんね。もうずっと書いて覚えてました。ああいいですね。この落書き帳を使ってた理由ってあるんですか？なんかすごいいいですよね落書き帳。高校生の勉強の時から私落書き帳を使っていて、うんうん、多少の時ですね。そうですね、多少の時から、大学受験の時とかもうこういった形で勉強してたので、はい、今回の受験勉強でも落書き帳計30冊ぐらい使って、うん、30冊、これが多分30冊ぐらいトータルいったと思います。あ、はいはい、もうこれをあれですよね、あの整理ノートっていうよりはもうはい、こう捨て書きというか、そうですね、うん、あの見返したりとかするようではなくて、うん、もうその場で覚えるためだけに書く。はいはい、はい、分かります。私も多分こうやってましたね、うん、あのチラシの裏とかに、あ、うん、あの なんとなく頭に入れたいんですよね。そうですね、なんかスーッていっちゃう感じがして、はい、はい、やっぱりよく勉強した方が受かるっていう感じですね。はい、ありがとうございます。で、お二人は、まあ、仕事をされながら勉強してましたけれども、まあ、受験生の中に本当にこう仕事をしながら勉強してるって方が本当に多いんですけれども、その両立の工夫とかそういうのがあれば教えていただければと思うんですけれども。私はあのまずあの勉強しやすい環境を作るっていうことと、うん、それから、まあ、生活の中にこう勉強をいかに溶け込ませるかっていうのを工夫してやっていました。ああ、それ教えてもらえますか。はい、あのまず勉強しやすい環境としては、うん、まあ、勉強の支障になるものをすべて排除してしまうということで、はい、まあ、よくあることだと思うんですけど、テレビをこうもうしまってしまうとかですね、そういったことをしたりとか、うん、あとは、まあ、疲れてしまった夜とかっていうのは、うん、まあ、もう勉強する気にならないですし、頭も働かないので、なるべくそういう時は早く寝て、うん、で早朝から勉強することにしたりとか、うん、そういった工夫をしたりしました。はい、あとはその勉強を生活に溶け込ませることとしては、やっぱり、まあ、ランニングしたりとか、うん、家事をしている時とかにあの講義を聞いたりとか、はい、あとはあの覚えたいところを、まあ、テキストのページをこうコピーして、うん、至るところにこう貼り付けて、常にあの勉強がそばにあるっていう状況を作り出してやってました。はい、至る所って家の中ってことですか？そうですね、至る所、もうトイレとかそういうところにすごく貼ってました。ああいいですね。もういつでもチェックできるし、あとはここまでやってるんだから覚えなきゃって気持ちにもなって、はい、気持ちがやっぱりこう張り詰めますもんね。はい、はい、あのテレビをお尻に入れたんですか？もうそうですね、はい、しまっちゃいました。ご家族とか文句言わなかったですか？まあ、あの家族テレビ見れないじゃないって感じだったんですけどでもやっぱりまあ、今だけだからあの協力してっていうことで、はい、納得していただきました。はい、今だけだからっていいですね。はい、今はもう出してるんですね。今はもう閉まってます。あ、閉まってますか。はい、もうなんか見なくなっちゃいましたテレビ。ああ、なるほど、わ、うん、かりました。はい、ありがとうございます。で、T さんの方は何か工夫はされました？そうですね、あの割り切るっていうところは H さんとすごい似ているなと思って、はいはい、結構こう残業が多かったりしたので、うん、もう帰ってきて9時とかだと、うん、こう疲れてるし眠いしみたいな、うん、そういう日はもう割り切って、はい、今日は早く寝ようで、うん、朝早く起きて勉強する、うん、切り替えを大事にしてたのと、はい、私も至る所にメモを貼って、はいはいはい、そうですね、あの勉強の時間をよし取るじゃなくて、うん、自然とその勉強の知識が入ってくるように工夫はしてました、うん、あ、いいですね。はい、もういろんなとこに勉強道具置いておいたり、ね、物貼っておいたりとかですよね。はいはい、車の中に携帯司法書士も一冊は絶対入れていて、はい、あの司法書士法人勤務時代も結構外回りの時間も私多かったので、うん、市役所で書類待ってる時に見るとか、うん、そういう形で、はいはい、隙間時間を大切にするようにはしてました。あ、いいですね。はい、やっぱりあの社会人の方は隙間時間が勝負ですね。で、講義を聞くとか一度理解するってことはもちろんまとまった時間必要だと思うので、それは土曜日とか日曜日とかやっていただければいいんですけれども、あとはもう隙間時間勝負ですよね。もう5分空いたところで勉強できるかと、それを積み重ねればもう1時間2時間になりますから、うん、お二人はそれを頑張っていただいたということですね。まあ、その時にこの携帯書士が役立ったということで大丈夫ですかね。はい、なんかあのこの携帯書士かわいいですよね。これも勉強する工夫ですかね、やりやすくする。そうですね、やっぱりあのなんかこう包むものが欲しいなって思った時に、うん、はい、あのまあ、見て可愛いですし、はいはい、あの頼んで作ってもらったっていうのがあるんですけど。あ、作ってもらったんですね。はい、あのすごくあの勉強しやすくなったと思います。こういういつどこでも開いてもできる、うんうん、
ていうのがすごく大切だったなというふうに思います。はい、ありがとうございます。でお二人ともあの勉強がもう受からないんじゃないかとかもう辛くなったとかいうことってありましたかね。そうですね、あの私はもう10年前に受けて、うん、あの挫折していた経験もあったので、はい、やっぱり今回もダメじゃないかと思いながら、うん、あのやってるところはあってですね、うん、まあ、だからそういう不安が、まあ、払拭するためには、まあ、とにかくひたすら勉強するしかないと思って、あの不安に思っているよりはもうすぐ勉強しようということでやってました。はい、はい、T さんの方はあれですよね、以前あの合格した頃に教えてくれたのがこうやってあのこの勉強メソッドとこういう本を机の上にこう飾ってやる気を出して辛い時は見てたみたいな話をされてましたけれども、やっぱりこういう本見て、そうですね、この2つの本は本当に勉強机にずっと置いていて、うん、はい、なんか一発合格してる人もいるんだから自分も続こうというふうに思って見てましたし、はい、なんか東レも結構枠ずれすることも多くて、うん、落ち込んでた時期もありましたけれども、うん、そうですね、そういった時にこういった本はすごい助けられたなと思います。あ、はい、そうですね、こうやって1回で受かったという勉強体験記ですから、それを見て1回で受かって、はいはい、で今回はねお二人の話を聞いてまた1回で受かるとああ言った方がねたくさんいるといいかなと思うんですけれども、で今枠ずれの話されましたけども、でこれも直前期の受験生の方からよく不安にあの聞かれることがあるんですけれども、当連で枠ずれするんですと、あの回答欄がずれちゃうわけですよね、名変登記1個やり忘れてずれてしまうとか、枠ずれとかってありました？そうですね、やっぱり直前期の当連とか模試で何回かありました、うん、それは落ち込みます？そうですね、これが本試験だったらどうしようっていう気持ちになって、すごく怖い気持ちになります。それが普通なんですかね、うん、そうですね、まあ、ただそこでできたってそこでそうなってしまったということは逆に言えば本試験でならずに済む可能性が高いと思いますので、うん、はい、まあ、そういう経験を積み重ねていった上であの枠ずれをしないようにしていくっていうのが最大限、うん、あの当連とかの生かし方なんじゃないかなと思います。なるほど、はい、まあ、それは規律だけでもなく、まあ、卓一なんかも含めて当連ってそういうものですね。そうですね、はい、そうか、枠ずれをしてもじゃあまあ、落ち込むけれども、まあ、しょうがないかなと、でそれで当連でよかったなと、であとは復習の時に次回は同じミスをしないっていう気持ちで復習することですかね。はい、はい、T さんの方も枠ずれはしましたか？当連の時は結構枠ずれの連続っていう感じで、うん、うん、やっぱり H さんと同じように落ち込んだんですけど、あのこれが本試験じゃなくてよかったっていうふうに思うようにしていて、はい、あとはしっかりなんで枠ずれしちゃったのかっていうことはあの理解するようにしてました、復習の時に。はい、はいはい、もう共通してますね。やっぱり当連模試っていうのは成績取れない時はありますよね。でそれで落ち込まないでやっぱりどうして取れなかったのかっていう部分が大事で、弱点を補強する形で使っていくという形が重要かなというふうに思いますね。はい、でだんだん時間が迫ってきましたけれども、自分のセールスポイントというかこれやったから受かったというか、あの合格にこういうことで役立ったよ、ちょっとまだお話しされてないことがあれば、何かあればお話をいただければと思うんですけれども、まあ、とにかくこう暗記することがこの試験の大切なところだなというふうに思っていたので、うん、はい、テキストの、うん、大切な図表のページを、うん、スマホで写真を撮って、あ、はいはい、であのその一覧みたいなのを作って、であの思い出したいときはそこを逐一確認するようにして、うん、あの暗記がすごくはかどるようなあの方法を取っていました。あ、じゃあもうそれもやっぱり隙間時間にこうすぐチェックできるようにってことですね。そうですね、はいはい、スマホなんかもじゃあ役立てたってことですね。はい、スマホはすごくあの助かりました。はい、うん、T さんの方も何かありますか？とにかくもう繰り返し繰り返しの勉強で、はい、なんか私多分学習初期から直前期まで、うん、配分とかは変わったと思うんですけど、うん、勉強のやり方とか使ってる教材っていうのは多分ほぼほぼ変わってなくて、はい、なのであまりこういろんな勉強方法をつまみ食いするのではなくて、うん、こうこれだって自分が思ったものを繰り返してたのが最終的には良かったのかなと思います。はい、はい、じゃあもう奇抜なことをやるよりはやっぱりお二人のこの携帯使用書数が見ていれば分かりますけども、誠実に繰り返すということがやっぱり王道のようで一番
確実だし、こうやってしっかりした成績で合格できているということですかね。はい、ありがとうございます。では受験生の皆さん頑張っていると思うので、ぜひメッセージがあればお願いしたいというふうに思います。はい、まあ、私も司法書士になって実務についているんですけれども、やっぱり受験時代に培った知識はもちろんなんですけれども、うん、こうやっぱり愚直にまっすぐにこう勉強していくっていう姿勢は、やっぱり実務に出てからもすごくためになる、そういったものだと思いますので、ぜひ愚直に勉強を続けて、合格を勝ち取っていただきたいなと思います。はい、いいですね、愚直に、はい、愚直にやっぱり大変ですよね、受験勉強の時はね、はい、もう愚直にもう這いつくばってでも進むしかないですね、はいはい、その後にもう実務が待ってるって形ですかね。はい、ありがとうございます。結構役立ちます受験の知識。そうですね、もう受験の知識があるからこそこう実務書を読んでも頭に入ってくるっていうことがすごくあるので、はい、そこはもう本当に受験の知識は役に立ってます。はい、ありがとうございます。じゃあ勉強頑張ってほしいですね。はい、はい、頑張ってください。じゃあ T さんもお願いします。今勉強頑張ってる方も、これから開始しようかなって思ってる方もいろいろいらっしゃるかと思うんですけど、こう周りから難しいんじゃないとかいろいろ言われることはあると思うんですけれども、うん、地道にコツコツやっていけば合格できる試験だと思うので、そうですね、自分を信じて地道にコツコツ頑張っていただきたいなと思います。はい、はい、ありがとうございます。で今回はですね、森山クラス上位合格者座談会といった形で、令和3年度の試験にですね、総合2位と総合15位で合格された IH さんと T さんにお越しいただきました。今日はですね、いろいろ役立つ話が聞けたかなと思います。お二人ともありがとうございました。皆さんこれからね、これを生かして勉強頑張っていただければと思います。お疲れ様でした。